今年のテーマが日本再創造に向けたビジョンと行動、はいはい、加藤さんのビジョンをお聞かせください。私は1984年生まれで、ポストバブル世代ということで、もう物心ついた頃にはもうバブル崩壊していて、こう成長の原点というものを知らなかったんですね。で今実際日本でも若者の閉塞感、内向き下向き後ろ向きということが言われていて、まあこれ社会全体の問題だと思うんですけれども、やっぱりこれから日本がもう一度輝くためには、まあ、次の目標は何なのかというね、こう政治大国なかなか難しい、軍事大国難しい、経済大国になっちゃった、じゃあ次なる目標何かということを考えて20年経ったと思うんですけれども、じゃあ次なる目標を、まあ、私はタイムリミットは25年だと思ってるんですけれども、じゃあこういった日本のビジョンを考えていく際に、やっぱり若い人、女性、そして外国人が議論にきっちりとコミットメントしていけるような制度改革をきっちりと政治家の人たちが、まあ、我々有権者がやっていくというのが第一ですね。その上で何が必要か、私から見てで、こう日本という国はやはりその明治維新からこう戦後を見てもですね、やっぱり外圧をうまく使って国内を活性化させていくというね、まあ、そういった思考回路が必要だと思います。そういった時に今の外圧何か2つある。1つはグローバリゼーション、もう1つは中国の台頭。だから私は中国に行ったんですけれども、うん、そういった中で日本をもう一度輝いた国にするためには、私は外交と教育だと思ってます。外交と教育、言い換えればいかにして外と付き合いながら人を育てるかという問題ですね。ですからこう日本としてはですね、より多くの人たちに日本に来てもらえるようにすること、日本はやはりですね、発信力、日本は共感力はある、結束力もある、ただ発信力が著しく足りない。まあ、私はその発信力というものを実践してきたんですけれども、その発信していく人間がこう、まあ、高齢者であったり、いわゆるその政府官僚である必要はないですよね。若い人、女性、そういった人たちが日本に、世界に向けて日本のいいところを発信していく。ただその日本のいいところを発信していく、その苦手分野であるからなかなか難しいと。じゃあ発信していく以外にできることがある。多くの人を日本に呼び込む。反日感情がすごい中国でさえですよ。日本に来た 99% 以上の人たちが日本に対して好感度を持って帰っていったんです。私は世界のいろんなところに行ってますけれども、日本、まあ、東京ほど先進性の高い都市はないですよ。世界、世界ナンバーワンの都市ですよ、間違いなく。京都すごい都市ですよ、伝統を守っていて、中国の人たちみんな尊敬してますよ。ですから日本としては、より多くの海外、外に出ていくという以外に、より多くの起業家、観光客、留学生に来てもらえるような制度改革、税制からビジネススタイルから変えていく必要があるなと。その中で日本人の人を育てていく、まさに外と付き合いながら人を育てていく、外に出ていく、中に呼び込むというプロセスが必要だと思います、はい、加藤さん、それを中国語でも発信していただけるそうなんですが、はい、お願いいたします。我是1984年出生，然后我们是一个后泡沫的年代，那就是我们根本不知道一个什么是成长。那么我当时就是因为如此，我去了中国，然后感受中这个成长的原点。那么就是说，今天日本的问题最大的问题是缺乏一种战略。那我们就是说，当时呢从战败一直到泡沫崩溃，后来我们陷入了失去的二十年。那这个二十年以来，我们一直在思考什么是我们的下一个目标。政治大国不行。经济大国我们已经做到了，军事大国不可取。那我们就说下一个目标是什么？我们共同要讨论。在这个过程当中，我们需要有一个年轻人、女性还有外国人的积极的参与。那在这个过程当中，我们不断的培养一种活力。那么日本呢，它是拥有一种团结的力量，团队的精神是非常丰富的。那我们如何把我们的团队精神向外传达？这是我们的缺点。那么我们在这个时候呢，那除了我们向外传达以外，我们如何的引进优秀的劳动力、信息、金钱等等。所以我们就是说，日本是个非常有魅力的国家，只要我们能够引到外国人到日本，他们肯定会产生对日本的好感啊。所以就是说，我们现在需要一种制度改革，我们通过制度改革来吸引更多的年轻人、外国的年轻人、外国的游客、企业家还有这个留学生，他请他们到日本来，这样的话日本肯定能够促进我们的一种国内的全球化，还有国内的一种多样化。那日本呢，现在我们需要在改革的过程当中需要依靠外压。什么是外压？一，全球化，二，中国的崛起。那在这个过程当中，我们不断的刺激国内，然后就是说由年轻人来推动，这是最好的一个战略，我是这么想。在这个过程当中，我认为日本靠什么来创造二十世纪？一个是外交，就是如何跟外国打交道；第二是教育，如何的培养人才。通过跟外国打交道来培养更多的人才、这是我们的战略。谢谢、ありがとうございます、はい、もう一つの質問、はい、そのビジョンを実現するために、近づくために加藤さんはどのような行動を具体的に起こされますか。はい、具体的に起こされますかというよりはですね、もう具体的にやっているんですけれども、やはり私が中国に行って、ずっとやってきたことは、やはり日本人として今
中国、世界の最も注目されている中国という国家、物も金も情報も人も今中国に集まっていますよ。でまさに先ほど私は、ね、あのポストバブル世代と言いましたけれども、私は日本で成長って何だろうって感じたことはないんですよ。我々の世代は成長を知らないんです。よくその大人たちはメディアは若者しっかりしろと内向きじゃダメだと言いますけれども、我々は成長を知らないんですよ。ポストバブル世代ですから、そういう我々に急にその頑張れって言われてもですね、分からないわけですよ。まあ、ですから私は外に行って中国に行って、まあ、発信者としてね、まあ、私はまさにその外交と教育というものを自分の中で実践してきたんですけれども、やっぱり日本人としてこれ今世界で最も注目されている中国で、中国の人たちに向かって中国語で発信してきたんです。私はその中では日中関係もあれば、日本の問題もあれば、中国の問題もあれば、いろんな問題を発信してきたんですけれども、やはり私はこれまでも今もこれからもまずは発信者として、やっぱりこれ日本が苦手な分野ですから、でも私は大好きなんです。ですからそこを私は日本人としてのその何ですかね、これ生き方みたいなものをまずは個人としてパーソナリティとして外に発信していきたい、そういった大事な舞台に私自身がいるということが大事で、それこそがまあ私にとっての日本、まあ、祖国への貢献になるんじゃないかなと。ですからこれからもこの日本のことを日本人として外に発信していく、そして外のことを日本に発信していく、まあ、そんなそのコミュニケーションのこうまあ架け橋になれればいいのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。中国語でいただけますか。はい哎啊、那我最近要做什么，那就是说我是一个后泡沫的年代，刚刚我也说过，那就是说我到现在为止一直在中国，然后一直做一个传播者这么一个角色，那就是说我作为日本人吧，不管是中日关系还是日本的问题还是中国的问题，我作为日本人在中国，在这么一个现在全世界最受关注的地方扮演一个传播者的角色，那就是说我认为这点是很重要的，因为日本的传播这点来说日本是非常的欠缺的，那但我本人非常的喜欢，那么就是说我们那以往包括现在未来，我希望能够扮演把这种角色扮演下去，就是说把好好把日本的事情向国际社会传达，好好把国际社会的事情向日本传达，做一个沟通的桥梁，这点本身对我来说很重要。在这个过程当中，我也获得快乐。那这个在这个过程当中，如果我能够通过自己的行为，在国际社会上建立甚至提高日本的品牌，那我相信它是我对日本祖国的重大的贡献。好，谢谢。谢谢。ありがとうございました。どうも。はい。